九宝山古墳は、長野県松本市南柳にある古墳。東日本最古級の3世紀末から4世紀、中央頃築造の前方後方墳である。西日本でいう出現期、8世紀古墳と、ほぼ同時期と推定される。松本市南西部の中山の先端にあり、墳九丁66メートル、後方部幅33メートル、前方部幅22メートル。 後方部の高さ6メートル、前方部の高さ2メートル、吹き石が部分的に認められたが、埴輪の設置や集合などは認められなかった。築造年代は一般に古墳の出現期とされる3世紀中央に遡ると考えられているが、4世紀中央を下らないとも言われている。東日本特有の前方後方墳が前方後円墳に先駆けて出現し、 長野県では長野市の姫塚古墳が同時期の前方後方墳であり、山梨県では四世紀の築造である小平沢古墳が出現している。埋葬施設は、墳丘の長軸に直行する縦穴式石室上の河原石を積み上げた、出木角で8.85.5メートルの母校の中央に長さ5.5メートル、幅1.3メートル、高さ0.9メートルで、 天井石はない。箱型の木管に埋葬されていたものとみられる。内部からは、情報作共鳴の四十分鏡一面、同族一、鉄拳三、曲玉ガラス小玉七百三十八、鉄府一、鉄属十四、S 字状公園台付け亀などが発見された。出土したものは、同市中山の松本市立考古博物館に展示されている。 棺の外側には壺、高月、手あぶり型土器などを早々儀礼が行われている。その土器は、能美平野の元屋式式土器である可能性が強い。また、機内地方の土器形式で言うと、庄内式の新しい段階のものか、古式の最も古い段階のものに相当すると考えられる。前方後方墳は、弥生後期に、 東海地方西部の農美平野において見られる前方後方形の方形集公母が素形であるとも考えられており、農美平野は儀式和人伝に出てくる山大国と戦った国,国が展開していたとする説があることや、東海地方特有の S 字亀が出土していることから、被壮者は農美地方の勢力と結んだ地域の主張母とも考えられる。ただし、前方後方墳は、 最大級のものが、いずれも機内にあることや、那国は、九州南部と見る説が有力であることから、必ずしも、農美地方との勢力を見出すことはできない。また、悲壮者とその公営の正体は明らかではないが、比較的近くに勢力を持った古代氏族としては、巣は国像が挙げられる。ソメイヨシの八重桜などに千本が植えられており、桜の名所として紹介されることが多い。また、 市街地全体が見渡せる立地であるため、テレビ番組でグホーヤマ古墳から市街地を撮影した映像が流れることも多い。春には花見客で賑わう。ありがとうございます。